奈良市唐桃町の火葬場を目指して国道24号の高架を北上中、左に火葬場が見えました。あそこを目指しています。今回はボランティアガイドにお任せプランです。到着しました。近くに大和路線こと関西本線の線路があり、ちょうど電車がやってきたので撮影しました。元祖省エネ電車というやつじゃないでしょうか、あれは。こちらが火葬場となります。遠くからもよく目立つ高い煙突を備えています。建物の一番広い部分は火葬塔ではなくて葬儀場のようです。右手にシャッターのある小屋があって、その後ろにコンクリート製の建物もあるのにご注目ください。あちらに火葬設備があります。ちょっと角度を変えるとこんな風に見えて、トタン屋根の部分に火葬炉があるように思えてしまいます。電車の中から眺めて誤解している人もいるかもしれません。先に葬儀場の方を見ておきましょう。真ん中には石仏が祀られています。何かの如来なのはわかりますが、お釈迦様なのか阿弥陀仏なのか、私の知識では姿だけでは判別できません。でも阿弥陀仏であると断言できてしまいます。なぜわかるかというと、お墓の様子から浄土真宗の墓地であることが確かだからです。さて、阿弥陀仏の後ろに蓮台がありました。かすれてよく読めませんが、文化年間に作られたもののようです。約200年前です。すごいですね。敷地の外からは分かりにくかったコンクリート製の火葬塔ですが、葬儀場とはこんな感じでつながっています。黒い扉が2つありますが、火葬炉と直結した化粧扉ではなくて、中に炉前空間があって、そこに入るための扉だと思います。化粧扉にしては大きすぎるので、そう考えました。煙は地下ではなく中空に浮いた煙道を通って煙突に流れる作りになっていました。わざわざ屈曲させて煙突が葬儀場の後ろあたりに来るような配置になっています。そのため遠くからや斜めから眺めると、切妻屋根の葬儀場に火葬炉があるようにも見えてしまいます。現地を訪ねてくまなく見ると誤解が解けるのでいいですね。煙突の根元にはたくさんの骨壺が捨ててありました。これは根拠の全くない推測ですが、今では火葬をここではなく市営火葬場で行い、そこで収骨。お墓にはお骨だけを納めるので骨壺が不要になるから捨てている、そんな風に考えました。この唐桃町にある火葬場ですが、面白い情報を得ました。古い地図を見ると、昔はもっと細かく唐桃中方、唐桃南方、唐桃と3つの集落に分かれています。そして郷土資料によると、南方と中方は火葬を好むが、東方、おそらく無印の唐桃集落のことだと思いますが、そこは大いに火葬を意味嫌うとのことです。東方では火葬しないのなら、この三ヶ町とは一体中方と南方のほか、あと一つはどこなのかと大変悩まされましたが、ストリートビューを見たら一発で解決しました。細かい話なのでこの動画では解説しませんが、気になった方はストリートビューにてご確認ください。それではまた。